皆さんここでは、レックの公開模試を受けるメリットをご紹介したいと思います。皆さん、公開模試ってなぜ受けますか模試を受けるのっていうのは3つの理由があると思うんです。1つ目、客観的な今の評価が知りたい。今の位置づけが知りたい。今、自分が合格圏内にいるのか。 あと一歩なのかもっとね努力しなきゃいけないのかその今の位置づけが知りたい本試験レベルの問題を解きたい。しかも今年出そうなところ。本試験レベルの問題を繰り返すことによって冷静に本試験を受けたい。本試験のシミュレーションがしたい。 何分までに卓一を終わらせて期日に入る不動産登記は何時までに終わらせる本試験のシミュレーションを数多くこなしてアクシデントを防ぎたいこういった三つの理由があると思うんですレックの公開模試はこの三つの理由それを満足させるためのいろんな仕掛けを用意しています具体的には四つあります まずは問題の数なんですベックの公開模試をすべて受けることによって350問記述は10問新作が解けますまず卓一の方今持っている問題を繰り返す確かにそれも一つの方法ですですが角度を変えたらやられるという方そういう方はぜひ 多くの問題を解いた方がいいんです。新作を解いた方がいいんです。同じ角度だけなくて、いろんな角度で一つの知識の問題を解くべきなんです。また問題数が多いので、これを全部解くことによって自分がどこに穴があるのか、自分の弱点がどこなのかそれがわかります。もしで強制的に受けることによって、自分の穴が 見つかります。また次は記述。記述はできるだけ多くの新作を解いた方がいい。もうこれはわかると思うんです。全5回、全部で10問分新しい問題が手に入ります。そして実はこれ全5回となっていて今年1回増えてるんです。ただ1回増えてますが。 値段が変わっておりませんできるだけ多くの問題を受けてほしいということから価格は末置きにしておりますこれが一つ目数です二つ目実績ですレックの公開模試は毎年2500人程度集めております業界最大手の人数です 模試千人程度しか受けない。えそれぐらいでは、自分の本当の位置がわかりません。自分の本当の位置がわかるには、多くの母数がいる。模試を受けるべきなんです。しかも見てください。七十四点ゼロ。これですが、合格者がどんだけレックの公開模試を選択していたか。 合格者に支持されている公開模試だというのがわかると思います。三つ目、レベル感です。これは模試によっては、あの午前の基準点が十八問、そういった模試をやっている予備校さんもあるようです。直前期に。 そんな本試験と乖離しているレベルの問題解きたいですかと。本試験になればなるほど、近づけば近づくほど。本試験レベルのものしかやりたくないと思うんです。レックでは本試験レベルの基準点になるよう。調整に調整を重ねて。模試を行っております。こちらに載っているのが。レックの公開模試の毎回の基準点です。 去年のものになっています。本試験と乖離がないことがわかると思います。そしてレックの方今年から解説が非常に充実します。すべて前5回について解説講義がついています。でしかも担当は私を含め中上級講座を担当しているものによって行います。そのため。 どの足はどうやって切るべきかとかこの問題はどう解くべきなのかだけでなくこの一つの問題を通じてどこまで知識をつなげていけばいいのかいろんなアドバイスができますこの四つが大きく言うとレックの模試の最大の特徴です他にもいろんな特徴がありますぜひ本校に行っていただきパンフレットを手に取ってみてください いろんな仕掛けが用意してあります以上が今回の動画になります最後までご視聴ありがとうございました